ジェリー・ジェフ・ウォーカーは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、オニオンタ出身のカントリーミュージック、シンガー兼ソングライター、ミスター・ボージャングルスの作者として知られる。ウォーカーの母方の祖父母は、オネオンタ地区のスクエアダンスで演奏しており、祖母のジェシー・コンローはピアノを、祖父はフィドルを演奏していた。1950年代後半、クロスビーは地元オネオンタの、ティーンバンド・ザ・トーンズのメンバーだった。 バンドはディック・クラークのアメリカンバンドスタンドのオーディションを受けるためにフィラデルフィアまで足を運ぶが断られてしまった。バンドのメンバーはディック・クラークの家を見つけニューヨークのバトンレコードのリードプロデューサーソル・ラビノビッツを通してオーディションの推薦を受けることができた。バンドはレコーディングの契約を受けることになったがスタジオはスタジオミュージシャンがバックを務めるクインテッドを 欲しがっていたため、クロスビーともう一人のメンバーはレコーディングから外されてしまった。高校卒業後、クロスビーは周辺に入隊したが、冒険への渇望から無許可離隊をし、ニューオーリンズをはじめてキサス、フロリダ、ニューヨークなどでバスキングをして生計を立てていたが、しばしば HR ストーンバックと一緒に芸をしていた。 1963年にクォラムの創設者の一人であるハリエット・テンハイマーの影響でギターを弾くようになるまでは主にウクレレを弾いていた。1966年に芸名としてジェリー・ジェフ・ウーカを採用した。ウォーカーは1960年代半ばにグリニッジ・ビレッジで初期のフォークミュージックの日々を過ごした。1960年代後半には ボブ・ブルーノとサーカス巻きしますというバンドを共同結成し、FM ラジオで人気の高いウィンドウを含む2枚のアルバムをリリースしたが、ブルーノのジャズへの関心とウォーカーのフォーク音楽への関心は明らかに乖離していた。こうしてウォーカーはソロ活動を再開し、デビッド・ブロムバーグや他の影響力のあるアトランティックレコードのレコーディングアーティストの助けを借りて独創的なアルバムで、 ミスター・ボージャングルスをレコーディングした。1970年代にテキサス州オースティンに移住し、主にマイケル・マーティン・マーフィー、ウィリー・ネルソン、ガイ・クラーク、ウェイロン・ジェニングス、タウンズ・バン・ザントなどのアーティストを含むアウトロー・カントリーシーンと関わりを持った。ウォーカーのミスター・ボージャングルスはおそらく彼の最もよく知られている曲であり、最もよくカバーされている曲である。 この曲はニューオーリンズで逮捕され、投獄された時に、某ジャングルスとだけ名乗ることを主張した、無名のアルコール依存症でありながら才能ある、タップダンスの流れ物についての歌である。ウォーカーは、自伝「ジプシー・ソングマンの中で、彼が出会った男が白人であったことを明らかにしている。さらに、2008年8月の BBC ラジオ4のインタビューで、彼は、 当時のニューオーリンズの刑務所の独房が色によって隔離されていたため彼の影響力は黒ではありえなかったと指摘している。ボージャングルズは1920年代から1965年頃まで存在していたという本物の報告があり、南部やカリフォルニアで非公式に楽しまれていたホークキャラクターであったと考えられている。ウォーカーは LA フリーウェイ。 アップはゲンストザ・オール・レッドネック・マザー、ザ・ハート・オブ・ザ・タデイ・ナイト、ロンドン・ホームシック・ブルーズなど、他の人が書いた曲を録音している。MCA やエレクトラから一連のレコードをリリースした後で、テキサス州オースティンに引っ越したが、メインストリームの音楽ビジネスに見切りをつけ、独自のインディペンデントレコードレーベルを設立した。1986年には、 妻のスーザンを社長兼マネージャーとして、トライドトゥルーミュージックを設立した。スーザンはまた、彼のマネージメント会社として、グッドナイトミュージックを設立し、彼のブッキングのために、トライドトゥルーアーティスツを設立した。トライドトゥルーのレーベル下では、自伝的なレコードが続々とリリースされた。トライドトゥルーは、彼の自伝ジプシーソングマンも販売している。 2004年、ジェリー・ジェフはオースティンでの親密な雰囲気の中で演奏された彼の過去の曲を収録した初の DVD をリリースした。ジェリー・ジェフは、ロドニー・クロウェル、ガイ・クラーク、タウンズ・バン・ザント、ポール・シーベル、ボブ・ディラン、トッド・スナイダー、デイブ・ロバーツ、さらには、ビリー・ジム・ベーカーというロデオの同化しの曲も歌ってきた。ジェリー・ジェフは、テキサスのジミー・バフェットとも呼ばれている。 ジミー・バフェットをフロリダ州ココナッツ・グローブからパッカードに乗せてキーウェストに最初に連れて行ったのはジェリー・ジェフだった。ウォーカーとバフェットはパナマ・リミテッド号のラストラーに乗っている間にレール・ロード・レディという曲を共作したこともある。ウォーカーは1974年にテキサス州トラビス郡でスーザン・ストレートと結婚した。二人には二人の子供がいる。 息子のジャンゴー・ウォーカーと娘のジェシー・ジェインである。ウォーカーは1998年にアルバムカウボーイ・ブーツベーシング・スーツをレコーディングしたベリーズのアンバーグリスキーに陰遁している。ウォーカーはオースティンのパラマウントシアターとテキサス州グルーネのグルーネホールで毎年誕生日のお祝いをしている。このパーティーはテキサスで巨大なイベントとなっており、 カントリーミュージック界の大物たちが、オースティンのスカイラインの下で物語を選んだり、交換したりする夜を過ごしている。ジミー・バフェットは2004年の誕生日会に出席した。2019年6月25日、ニューヨーク・タイムズ紙は、2008年のユニバーサル、スタジオ火災で素材が消失したと報じられた、数百人のアーティストの中に、ジェリー・ジェフ・ウォーカーをリストアップした。 2017年より、口頭がんを患い、テキサス州オースティンの病院にて2020年10月23日、78歳で、逝去。ありがとうございます。